神奈川県から来ました19歳穂積です。私今回予選からの出場だったんですが、予選勝ち上がって今日本戦クォーターファイナルでした。まさか自分でもベスト8に入れると思ってなかったので、今日はすごく自分のしっかりプレーをできるようにと思って試合に入りました。でもファーストセットは、自分のサービスがあまり良くなくて簡単に落としてしまったんですが、セカンドセット気持ちを切り替えてタイブレーク取ってファイナルセット、3-1 まで行ったんですが、相手の選手もすごくいいプレーをしてきて、自分の、今できることはやったつもりなんですが、負けてしまいました。今回6試合、自分の徐々にこのトーナメントの中で自分のプレーが良くなってきて、最後も負けてしまいましたが、すごいいいプレーが自分ではできたと思います。来週の久留米は、本戦からの出場なので、しっかり準備して来週は一つでも多く勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。